ですね、はい、我々で辛いものに挑戦します。おー、はい、出た、やっぱ王道ですね。王道です、はい、さあというわけでご用意いたしました。おお、こちらでございますね、はい、ブルダック炒め麺という韓国の、おお、美味しい、美味しいじゃん。こちら種類は、チーズブルダック炒め麺、それがいい、クリームカルボブルダック炒め麺、激辛ブルダック炒め麺、じゃあ辛いやつ、これ辛いですね、極み辛ブルダック炒め麺、どっちが辛いんだ、大体黒が一番辛い印象だけど、今からランダムにシャッフルします。わ、何が当たるかわからない。そう、どれになるか、怖い、辛いのは当たると怖いけど、辛いの当たってほしい気持ちもある。面白さ的にね、両方ある。目つぶってます。あ、もう全然わかんねえ。そりゃそうだ。じゃあミノルさんから見て左、そうですね、左から2番目、みんなじゃあ好きな数字に言ってみようか。ミノルさんから見て左から1、2、3、4、はいはいはい、いきますよ、せーの、2。すごくない？え、2です。2です。何なんだよ、全員2って言ったよ。やばい、怖、大人気。2は何なんだ、じゃあ何なんだ、逆に気になる。もう一回考え直して、もう一回せーのでいきましょう。そうだね、そうだね、そうね、2はなんか違うんだよ、2は違ったな、違ったんだな、うん、じゃあもう一回いきますよ、はい、はい、いきますよ、せーの、2。あれ、分かれた、分かれた、1。私1、3です。寺島2のままです。のぶずくんは1です。じゃんけんすればいいんじゃない、口で。わかりました、パーって言って口で、はい、あ、そうかそうか、最初はグー、じゃんけんチョキ、仲良し、仲いい。誕生日一緒ですから ね、そうか、考えること近いんだ。最初はグー、じゃんけんパー、お、あ、負けた、皆さん勝ち。ということは、じゃあ私その1番をいただきましょう、はい、一体どれが当たったのか目開けてみましょう。もういいですか、いきますか、いきますよ、せーの、はい、あ、かわいいやつ。一番、俺から見て右からだよね。いや、左から、左から。俺1番。嘘でしょ、よしよし。俺2番で、3番が、あ、田所君3番。あ、一番美味しそうなやつ、かわいいやつ。そう、来ました、極みから。ちなみに、のぶずくんは辛いのは、え、好きですけど、あんまがっつり辛いの食べたことないです。はい、というわけで、これですよ。じゃあ私たちは辛いのを取り合ってたってことですか。そういうことです。確かに。でもより黒のが多分辛いんじゃないですか。どっちなんだろうね。だってこっちは口から火が燃え上がるからさ、そっちは。確かに、爆弾持っててエクストリームって書いてある。じゃあ絶対エクストリームってこと。そうなるね。じゃあこれ実際にみんなで食べてみましょう。食べましょう、はい、イエス。すいません、これ皆さん押しました？押してます。ごめんなさい。さては貴様、回していなかった。さては貴様、ずっとじゃあ虚無に向かって止めていたな。これも本当にすみません、これも田所くんということで。さすがだ、田所くん。じゃあこれになりました、イエーイ。おい、ホイプロいかがにしろよ。怖いな。順番を今書いてる。やだ、めちゃくちゃな。じゃあ開けてみてください。はい、うわー、三本芝居茶番だ。さあ、はい、やったぜ。というわけでございまして、できましたよ。皆様の前にはですね、こちらのブルダックの、はいはい、出来上がったものが出ております。しかも、もうすでに他の味も気になるからっていうので、はい、小分け済みです。やったぜ、取り分けてるよ。他の3味小分けにしております、うん、でも1個気になることがあるんだ、僕には。何ですか、寺島君、どうして2つあるんだそれ。本当だ、見てよ。んこれがね、調理、したものですね。あれ、はい、あれ、さっきのとちょっと色、あれ、さっきのはちょっと違う。クリームじゃない、クリームカルボ、カルボか、チーズが前面に出てるか、クリームが前面に出てるかで間違えました。だってほら、もともとのやつはさ、クリーミーって書いてある。ちょっと辛そうになって書いてある。激辛って書いてあるぜ。結果辛くなって書いてきたよ。うちと同じだ、こいつと同じだぜ。めちゃくちゃ安心してたのに。いただきます。実食、いただきます。どうだろう、あ、これもう入れながら。ちっちゃい、ちっちゃいが辛いが。辛いけど、はい、美味しいです。おチーズ、味はまだちゃんと感じられる。あ、じゃあいい辛さだね。うんうん、ちゃんとチーズの、あの、まろやかな感じはあるんですけど、それによってマイルドになってるかというと、そんなことはないです、うん、同時なんだ。カルボのやついってみます、うん、
辛そうだよ、だって結構。いただきます。これで寺島くんこれ YouTube 始めるかもしれないね、うん、あ、辛い。どうだ寺島くん、あ、美味しい、辛い、うん、どうしたんだあ、もっと思ったより美味しいんだ、辛い、美味しいが辛い、結構量普通に食べちゃいましたもんね。辛い、辛いですよ辛いしか言えなくなっちゃった。辛い、いっていっていって、そうだよ、無理じゃ、無理はいけないよ、無理はいけないんだよ。うまい、うまい、あ、でも美味しい。辛い、どっちだ今さっきはね、あの辛い、うまい、2つぐらいしてる。うん、あ、もう汗かいてる、めっちゃくるよ。うまいんだけど辛い、どうしようこれ。じゃあ俺も行ってみるか。じゃあこのブルダック激辛、やばそう、そうそうそう、十分辛そうな、ね、黒いもんだって。そう、うまいよ。赤すぎんだろこれ。赤いね。あ、じゃあいただきます。すごい、一気に。うわ、すごい勇気、体が張ってる。さすが、お父さん、お父さん、あ、辛そう。あー、咳出るやつ。うわー、辛そう。パワー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 、あー痛い、下が痛い。あー、シャックリが、シャックリがね、やばいぞ、すごい辛いんだじゃん。あー、これは、これは痛い、口が痛い。よし、ドミス君行きましょう。ドミス君、あの、無理はするなよ。はい、どっちなんだろう。でも下のソースが性格の悪い色してる。性格の悪い色ってなんだよ。しっかり混ぜるとすごい、ね、聞いたことない表現だよ。匂いは唐辛子の匂いがします。そうだろうね。そう、しかしねんで、もはや辛そう、辛そう、辛そう。さあ、どうだ。ちなみにノブズが得意な方なんだっけ。うんうん、あれ、でも、どこ置いた。もう、キッチン、コメントができる方向ではない。あの、おっと、おっと、ノブズ君の動きが止まった。辛い、辛い、辛い。早くバケツ持ってきて。あの、え、痛い、痛い、そうだね、痛い。なんか口の中が騒いで、騒い、そう、息をするのが辛い。ハート様みたいなこと。北斗の剣じゃないか、ね、息をするのが辛いんだ。え、ちょっと待って、でもミノルさんのとどっちが辛いのか食べてみよう。ちょっと茶色の方が辛い。うまい、うまい、やば、これ。え、どっちなんだろう。いや、普通に怖いから。ちょっと待って、めっちゃ辛いぞ。寺島くんのめちゃめちゃ美味しいじゃないか。なんだよこれ、辛くないでも、うん、あ、ダメだ、もっと辛いんだ。でもミノルさんの甘い。俺マジで、俺のやつ甘い？あ、本当だ、いや、なんだこれ。赤いって、これすごい後から来ますよ。これだ、いって、あー、痛い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 。でもこれしっかり食べるとめちゃめちゃ汗かきますよね。もし、やばい、すごいよ。やばい、すごいよ。もし、もし、あの、チャレンジ達成。何をして達成なの、これ。何をして達成したの。本当は食べきるやつですよね。